500K。 あ、びっくり、何かだけ見たい、滑った、チャンス目、一体何ゲームいってしまうんだ。おはようございます。東西海道連の芝生でございます。本日は石川県金沢市にございますイーゾン金沢店さんで実践、おはようございます。最後、あ、矢敷さんが取られている、みんな傷、あ、窓通はやっぱりそうですよね。よし、朝一は広角機動隊。オレンジとはオレ色のうちプリをアピールすることである。故に何でもあり、その手で勝利をつかみ取るのだ。というわけで朝一は高額機動隊、一応狙い機種の一つでした。前回がやっぱり高設定6入ってたので、今回ももしかしたら入れてくるのではないかなという予想のもと候補の一つでした。それではいきます。レバーグー、個人的な判別的にはやっぱ共通ベルというか滑りベル、チャンスゾーンの移行率どっちに行くか、まあ、あと単独ボーナスどんだけ引けるか、まあ、とにかくその辺見ながら、まあ、だから結構な時間はかかると思うんですよ。ただ高額はリセットしてたら600ゲーム天井になるんで、まあ、2万円ぐらいで ART には突入すると、まあ、あと引ければ熱いんがやっぱり衝撃 ART、 前回あの万枚出てたのはありますけど、その万枚を出されたお客様がリード内に打てて、僕はすごいテンション上がりながらパワーをもらってるんですけど、そんなに一撃性が高いライドはないんで、どれだけ小刻みに ART を当てれるかっていう勝負になってくると思うんで、バット出したいですね。よく喋れてる今、めちゃめちゃ二日酔いやもんな。昨日ワロさんとツイキャスしてて、もうえぐいぐらいお酒飲んで、そのせいでちょっと頭がねだいぶかち割れそうなんで、ちょっと勘弁していただきたいね。お、チェリー、ジャッカ、お前らお、オペレーション、あ、これはチャンスオンいったんじゃいけない、引きオイルやし、ジャックチェリーから広角っぽかったんすけど、うわ、いった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 、早い、106ゲームさあ、問題はどこかよ、これ、あ、お、熱い、いきなりストーリー広角や、再起動、ストーリー広角中は毎ゲームポイント抽選で、ポイントに応じて最終的に ARD の有無が決まるんすけど、とにかく子役を引くのが大事で、レベル3なんでまあまあ当たりやすい状態っす。この辺でチャンスアップ出ると熱いで、当たると個別の11人っていう特化ゾーンからスタートです。赤字もうすでにもらっていると思います。当たります、これはもう当たりたがってる台が、はい、 ART です。127ゲームこれマジ熱いな、朝一、はい、いきます、これ熱い、 ARD 個別の11人モードからスタートです。白7揃い高確率状態、白7が揃えば電動ラッシュ、もちろん揃わんこともザラすけど、正直一番事故らすなら僕はここやと考えてます。ループするんで ST 形式で、二日酔いから目を覚ませるような一発くれ、よし、カットいった、あー、お前弱いんじゃって、あ、くそー、かやめてやめて、ゼロはやめて、終わった、はい、終了。ちなみに3台あるんですけど、今のところ3台中3台でも全部チャンスオンいってます。まあまあ重いんすよ、チャンスオン、景気役が一番奥の台見えないんですけど、狙い決まったかな、これ。前回やとエウレカ AO も良かったんで、エウレカ AO の方もボコボコチャンスオンいってるし、 ART いってる台もうあるんです、すでに。おー、熱い、チャンス目、コギー、はい、ミッションですね、上乗せ高額状態、いわゆるあるやろ、はい、上乗せです、チャージ40ゲーム、そんなくれるんすか、いいんすか、あー、いいっすね、おー、個別の11人、チャンス目、ボーナスちゃうか、ボーナスや、ね、うん、一角、はい、 ART 中に赤7でございます。ボーナス中も一緒、カットインガキで白7が揃えば電動ラッシュ、ここはレア500、強チェリー、弱チェリーで上の抽選やってるんで、ビックリマークが来たらチェリー狙い、よし、強チェリー上乗せ10ゲームで、トータルで20ゲーム上乗せと、お、また個別や、
チャンス目、またボーナス、あ、来たわ。はい、チャンス目がレギュラー、レギュラー中はフリーズ抽選やってるんで、それ引けるやなって感じ。まあ無理やけどね、なかなか。どうして、おー、ヒット、あ、びっくりした、ただのが。焦らせんなよ、マジで。はい、2次ゲーム目のせい。はい、ちゅうわけで終了です。はい、通常画面159ゲーム消化の429枚と、朝一いい感じのアドバンテージもらったな。でこっからは一応ボーナス入賞後と ART 終了後はチャンスゾーンの突入抽選やってるんで、ここは最低の回しましょうと。で、高設定ほど飛びやすくなってる。アウト、低いか。あれ、やばい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 、超広角や。スイカこれ通常やとしたら 0.38% で電脳モード刺した可能性がある。でも全長ゲーム数的にもう電脳モードはなさそうやな、さすがに。超広角か、いや直撃の ART 当たった、直撃や。上段の共通ベルが揃っとって、そっからの全長で、たまたまその後にスイカを引いて全長がごっちゃになっちゃったパターン。これ6、多分前回と一緒でほぼ朝1でゲロ圧パターンが来てしまっている。ちょっと6って言っちゃったけど、もう1ではない、4ごろのどれかなんちゃうかな。224ゲームとかの462枚と、前回の ART と引き継いでですね、いかせんな。通常画面114ゲーム消化230枚はい終了、60ゲーム157枚。あー、二日酔いがきつい。おー、よかった。ズン、おー、キリン柄や。よし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 、よかったよかったよかった。あー、よかったよかった。ボーナスの方、はい、バービック、スーパービッグボーナス、ART と個別確定です。で、1のオープニング、フル CG、マジかっこいい。はい、313枚、かっこいい。個別ありん時の音、すごいかっこいい。突入画面はチープやけど。レア役、止まれ、あっ、キリンゴル。ボーナスやろ、これ。ホールドだけ当たってます。はい、青7です。ウィン、個別中にボーナス、多分電脳ラッシュついてくるはず。おお、取れた、電脳ラッシュ確定。多分これで2発分かな。ちょっと調子上向きになってきたかな、これで。さあ、いきます。はい、本日2度目の電脳ラッシュ、赤、青、シングル。はい、10ゲーム上乗せと、10ゲーム、はい、あか、それでここで、はい、2発目、青色、黄色、赤、10ゲーム、あー、ハック券、お、90% 大丈夫やろ、10ゲーム、あー、70%よーし、30ゲーム、30ゲームというか10ゲーム乗せて30ゲーム、 70% ゴー、よし、ラッシュ5、おー、90%、強い。え、90増よ、復活するやろ、復活せんねや、えぐー、煽り方で、これもう一発電脳ラッシュ、やっぱボーナスからの分もありましたね。やってくれんな、マジで。高架機動隊さんは。キロ、またも。もう3体とか4体とか出てきてくれへんかな。奇跡で。お、黒ナビ。ダブル。よしよし、オッケーオッケーオッケー。おお。100%、80%、すごい。え、ボーナス当たってるもし、あ、当たってないよね。30! でかっ。あ、レア役やからか。チャンス面。40ゲーム。ボーナス、じゃあハック来た、誰誰誰だあれ、誰誰だあれ、どちら様来た。2000ゲームチャンス来たぞ。2000ゲーム乗せたら俺は金沢から帰らんぞ。天文学的数字や、2000ゲームを乗せるっていうのは。
やけど可能性があるということはやはりこれが一番の叩きどころ。いきます。なっ、ボーナス、あ、ここで、ここでや、え、バービックもしかして、あ、え、このタイミングで引いたん、え、ちょっともうちょっと遅かったら、もうちょっとやん、え、とりあえず、え、え、とりあえず、え、とりあえずボーナス消化して管理しましょう。スタンダードコンプレックスはなせる技ということに、そういうことなのかもしれない。はい、モトコハック突入画面でビッグやばいことなってる。これはどうなってしまうんだ。はい、来ました、モトコハック。よし、ゲーム決定するぜ。手羽叩いた時ボーナス当たっちゃったからな。いけ、100ゲーム、おそう、あ、ボーナスあかんねんやん。ここが大事。これでかける20が出てきたら200です。はい、はい、あ、20じゃないだけマシってことか。 OK、 なんとも言えんな。で、まだ続きますんでね。すげえ増えてないかな。ダブル50、40、超え、お前ら仕事せえ。まあまだ、おー、復活したー。20ゲーム乗ったっすね。10ゲームずつで両方とも30点。改めて終了、90ゲーム。はい、やけどまだ続いてますから、個別は赤スドン、あえー、ラスト、あー、終わった。はい、というわけで電脳ラッシュ3回で140ゲームは乗せ、最初のゲーム数70ゲームあるんで210ゲームの LD、 ようやく大きいゲーム数取れた。いやー、マジ何も引かれんかったな。はい、結構伸びましたね、枚数自体は。ゲーム数自体はちょっと取れなかったんですけど、レア子役が落ちなくなっちゃったんで1288枚。その引き戻し系のチャンスゾーン1回も行ってないんですよね今日。でも直撃やったし、単独も2回引いてる、まあ、2200ゲーム300ゲームぐらいで、6じゃないんかな、4号とかなんかもしれないですね。3000ゲーム回りまして、共通ベルが20回なんで150分の1、あ、上がってけへんな、やっぱり。でもやっぱり1ではなさそう、中間ぐらいじゃないかな、ほんまに。おい、ウォーマン、強チェリー、ボーナスかな。あー、ようやくチャンスゾーンいっか。あー、よかった。もうめちゃめちゃ久しぶりっすね。問題は種類、あー、よかった、ストーリーと SAC モード点滴、なんとか叩き込みたいっすね。なんかやっぱ6にはちょっと数字が足りない。これ外したらだいぶ落ち込むで俺。いや、弱いわ。あー、火事、オッケー、あー、いやー、50ゲーム持ちこいんですが、マイナス領域まで落ちちゃったんで、この個別入りの ART で取り戻す俺の大事なメダルちゃんたちを。目標、電脳ラスト3回、現場の状況は戦闘ほどの様子、チャンス目、上乗せ10ゲーム、さあ行きます。お、え、チャンス目から当たってたんかな。はい、ウガンド10ゲーム、さあ行きます。うーん、はい、赤来い、よっしゃー、私のゴーストが、はい、デノラッシュ行きます。赤色来ました、こいつでぶっ壊そうか。20ゲーム、あ、バネルショートした、よし、2回目、10ゲーム。はい、というわけで電脳ラッシュ2回で40ゲームプラス、なんで100ゲームスタートの ART ですね。そんなバカな、よし、チャンス目、おお、ボーナスかしら、ボーナスやね。はい、デグ、デグ多いなマジで。おお、石川さんから変わったってことは、これ最後誰出てくんの、かやぶきや、あー、でショートフリーズ、
パターンレアいな。怪物通り見えへんけど。 CZ 当選濃厚プラス偶数資産 OK。 20ゲーム乗せて多分だから高確率がついてくるんちゃうかな。いやあ、ブルってるブルってるブルってる、気持ちいい。何が来る。あー中腰ナビ。おーもう EX 以上ブルってるブルってる。10でブルルルってことは15ゲーム OK。 個別ブルー、ここも目標3回や。電脳ラッシュにまみれさせてる。よしブルーうん、後ろゲーム。お70頑張れ。タッチコマー、よし60%。さっきより 10% 減ったけど大丈夫大丈夫。テリーを信じて。よし30分。おでかい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 。90もう決まったわ。やばかな、俺さっきこのパターン外してるからな。チャンス面チャンス面。え 90% で止まんのそれで。はっ、ニューゲームハック来い。ポン、チャンス面返せ俺の。ここを超えろって。 20%40 かっ。うわあ、でも60ゲームすんばらしく乗った。復活したりするしたー。 60% かい。お70。お、すごい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 。復活祭りやん、復活祭りやん。あ、30は弱いやん。いや、よう耐えたわ。でもはい、ラッシュ7で80ゲーム。よっ、あー叫んどるで。ナビなし。おー、レア子役ここでジャックか。おー2体。よっしゃ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 。そんな簡単にへばっちゃうの。へばるーへばるー。20ゲーム。3回目マジかマジか。はい、というわけで電脳ラッシュ3回で110ゲームは乗せ。これで残りゲーム数209ゲーム。なんやかんや出そうな感じだな。ただボーナスがね引けてないので嫌な感じ。お、共通ベルでチャンスいったね。おー熱いやん。かやぶきを救出しろ。消灯したデカプッシュゴー。あ、プルプルしてるで。ティモティ電脳ハックや。立ちこま、もう引いちゃったか。ペル青46ゲーム OK。 でかい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 。よし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 、乗ってきた。はい、チャンス目だ。お、ボーナスですな。じゃあまだレギュラーかい。はい、チャンス目からレギュラー。レギュラーしか当たらんこの台ほんま。いや、ビッグも引いてるけど圧倒的にレギュラーの数が上回ってる。いや、おお最後に来た。10ゲームというわけで、トータル20ゲームなので。あ、40ゲーム。レゴから30のせいやったんや。うまいね。はいはいはい、追加大きい。よし、お、来た。え、デカプッシュやぞ。よしよし。え、わけがわからんタイミング。復活もするしブルってるから個別で、ここで強制にも引いてるっていうね。もうわけがわからん。無慈悲無慈悲な元子。お、連続した。初体験無慈悲じゃなかった、慈悲まみれの元子。じゃあ揃えてくれ元子。これはどうなるんや。もしかしてロックした。ロックした、ホールドした。いや慈悲をくれ慈悲を、俺に慈悲深き者よ。どんだけ揃えへんねん元子。元子めっちゃ長いこのホールド、極上のホールドやんけ。じゃあ揃えてくれよ。メデューサの無限みたいなもんやって。
ああ終わってしまう、終わった、無慈悲、無慈悲である。おチャンス面当たりました、見えへん、久しぶりすぎて、よし行こう、ああよかった、さっきのチャンス目からありそう、はい行きます、よし赤字、はい上乗せ、おびっくりマーク、ジャックチェリー、ブルってるブルってるブルってる、タックマハーク、何を引くか次第やから、レア500やったっけの初、はい、あそんなうまくはいかん、超える青、あ青、はい34ゲーム、はいチャンス目、こうミッション、はいブル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 、気持ちいい、はい、あ電動ハック、めっちゃいくやんけ、びっくりマーク、ないリプレイか、お青超えへんのか、ドン46オッケー、よしミッション、よし、まあ上乗せかな普通に、あブルってるブルってる、えこんな出てくる、立ちコマバグってるやろ、えもうハックされてるもん、完全に立ちコマに完全に乗っ取られてる、 500K、 おっびっくり、何かだけ見たい、滑った、チャンス目、一体何ゲームいってしまうんだ、青は超えろ、黄色も超えろ、あ黄色どっこい、100ゲームありがとうございます、おージャックチェリーで赤までいった、いっあ行きそう、よっしゃ、波なし、滑れ、おーラララララララ、いいんですか、もうデカプシュゴー、はい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 、じゃあハックしていただきましょう、ボーナス、まあここはもう化けでもいいね、はい、さーて何かな、ドン、15ゲーム個別、さっきの分のあだ打ち開始、並列化しよう大東、俺が、よーら並列化完了、大事なところ噛むね、赤赤赤よろしくない、白30ゲームでかい、 50% 壁をくぐり抜けることができる、できた、40ゲーム目これで、イエイエイ、外れて 10%50%、 もう一度もう一度、よしきた、まさか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 、あのあーすごい、もう完全に住んでる、台の中に立ちコマが、よし500ゲーム500ゲーム、カモエビバリ、あーリプレイは無理だ、お黄色までいってる、45ゲーム、なんだなあーそうですかそうですかそうですか、はい上乗せ、20-30%、ちょっと厳しいか、まあそうやな、でも105ゲーム十分すぎる、立ちコマハックありがとう、ラスト、うわー終わったか、はいそれでも105ゲーム上乗せ、 OK 十分、参れば上乗せ合格状態もそうですし、個別もそうですし、ハックもせやし、電脳ラッシュもせやけど、全部力入るマジで、あんまり力強く叩きすぎたら怒られるから、なるべくこう気持ちだけを乗せてる、普通に上乗せ20ゲーム、30ゲーム、10ゲーム、はーい、というわけで
終わりました。876ゲーム消化の1772枚、十分すぎるぐらい出てくれた。いやーよかったわほんまに。一旦マイナス領域まで行った時何の子役にいてもうんともすんとも言えへんから、このままやられてまうやろなって思っちゃったもんね。中断ベル確率 162.1、 ちょっと打てんなやっぱり。子役が悪いしチャンスゾーンの入りもそんなに良くないんで、まあじゃあ今日はとりあえずこれにて終了します。はい、これが僕の高額機動隊です。もうぐわーって下がっていってダンと上がってマイナス域まで行って復活しました。こちらの方の台は僕隣で打たせてもらってたん で楽しく喋りながら打たせてもらったんですけど、もうモッチメダル6000枚で今も一撃で5000枚いくんですよ。もうすぐすごい。この方ちなみに僕が前回 E ゾーン金沢店さんに来させていただいた時に高架機動台で万枚を出されてた方です。休暇に入った方がいいかもしれへん。この台マイナスになってるんですけども、四五六角出たギアスです。やっぱ荒いからやろうな。こちらの方もずっと粘られてます。サラリーマン番長結構出てるんですよね。悪くないんじゃないのかなと。ヤジキタです。これは入れてるな、これは入ってると思う。6かどうかは微妙ですけど寄せてくれてたっぽいですね。楽しんでほしい、ほんまに面白い台やから。いやほんま今日だから朝一ヤジキタ取ってたら変な感じになってましたね。まずはこの方がずっと粘られてますけどマイナス域で、こちらの台はプラス域で下がってちょっと上がってって推移してた台なんで、まあ、だからこれはあるかもしれないです、まあ、でも一撃でバッて出ちゃってるんで、うん、それでもまああってもおかしくないです。ディスクはあんまり取らない主義なんですけど結構ね出てんのよな。いつもクレアの秘宝殿の稼働良さそうっすね。わ綺麗な。あ、ゴージャグこちらの方の台は結構いいですね。バーが245分の1、ビッグ18回のレギュラー20回と。こちらのアニバもいい感じっすね。合成確率114分の1、ビッグ19のバー17と。全然ビッグも引けてますしバーもいい感じだと思います。以上です。前回来た時よりは弱いね。僕の高画機動隊もああいうの入ってるってことはもっとね稼働してない台とかに中間ぐらいはあったのかもしれないですね。で中間やからっていうことでやめてる人も多分いると思いますね。この感じはとにかくエンディングいきます。はい、お疲れ様でした。というわけで E ゾーン金沢店さんでの実践終了いたしました結果でございます。投資が2万円、46枚貸し出しのお店なので920枚で、回収が2670枚というわけでプラス1750枚、ありがとうございます。勝利、僕の今日の高額機動隊、まあ、朝一だから立ち上がりが最高やったわけですわ。で、まあ、そっからウニウニと続いていってっていう感じだったんですけど、まあ、単独が結局4300で4回、4の近似値で、まあ、共通ベルというか、まあ、滑りベル160分の1って言ってちょっと弱いで、チャンスゾーンも全くいかなくなった。結局だから今日入れたチャンスゾーン全て仕留めてるから出たっていう感じですし、直撃1回引けてる、これはめちゃくちゃでかいんですけど、456っていうところがあり得る風になっていくんで、共通ベルが1ぐらいか160分の1なんで、まあ4じゃないのかなと思います。もしくは下の方の設定でたまたま引きで出しちゃったっていう感じですね。微妙な引きやったからね、強いんか弱いんか今日もわからない引きでした楽しい実践になりました、ほんまに。金沢いい思い出ばっかりですね、ほんま。というわけで本日の動画、久しぶりに高架機動隊いろんなハック電脳ラッシュ個別の11人見れて楽しかった。セブンズ TV のことこれからも応援したい、そういったお気持ちがございましたらぜひぜひ動画の方にグッド、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。あと僕の Twitter の方もフォローいただけるとラムちゃんが喜びます。はい、僕も喜びます。というわけでまた近々セブンズ TV の動画が上がると思いますので、そちらの方もよろしくお願いします。本日はご視聴の方ありがとうございました。またよろしくお願いしますと俺のゴーストが囁いてる。